FM ルイシンド DJ のルイシンです。12月もまあ半ばに近づいてきておりましてですね、まあ、今12月10日かな、今日はになるわけなんですけれども、僕の周りではですね、まあ、大学の方の話なんですけれども、風邪だったりインフルエンザっていうのがちょっと流行ってきてるみたいなんでね、まあ、だいぶ寒くなってきましたので、皆様の方でも、暖かい格好をしたりとかね、あと、まあ、体調管理ですねの方に気をつけていただいてですね、まあ、風邪なんか引かずにですね、まあ、快適に、今年をね過ごしていただきたいなと思っております。それで先日母親の、デジオですか、うちの母のデジオ、カズエラジオ2を聞いてましたらですね、ちょっと面白いエピソードがあったので、なんかお話ししますけれども、うちの実家の方にですね、まあ、たまに帰るわけですよ。で、こう毎日そこに住んでたんですね。大学生まで毎日そこに住んでたんですよ。それで、その毎日住んでると、まあ、そこが自分の実家であるっていうことなんですけれども、こうあまり違和感を感じないものっていうものだったりことっていうのがいろいろあるんですよね。それで、まあ、今一人暮らししてまして、まあ、大学の近くの方に住んでまして、まあ、どうしてもね時間っていうのはお金では買えないものなので、まあ、そのより自分の専門的にねやることに対して集中したかったので、まあ、大学の近くの方に引っ越ししたんですね。それで、まあ、話はここからなんですけれども、その一人暮らしをすると今まで当たり前だった実家っていう存在がちょっとその違って見えてくるんですよ。例えばその家族っていうものについてもね、改めてその大切さっていうものについて気がつかせられたりするんですね。で、もともともちろんその家族っていうのは大事だっていうのは思ってましたし、まあ、その感覚的にもそういう気持ちを持ってたんですけれども、一人暮らしを始めてみるとまたね違ったもっと違った意味合いでその家族っていうのは大事だなとか、ある種の実感っていうものが湧いてくるわけですね。あとその自分のペットのこととか家具のこととか気になってくるわけですよ。で、まあ、うちの実家のね傘がね骨が折れてね壊れてるんだけど、傘立てに入ってるやつがいろいろあるんですよ。でこれさ、毎日毎回ね雨が降るたびにくじ引きを引くような感じでね、あこれ使えないこれ使えるっていうことをやるのは、まあ、ちょっと効率悪いし、その単純に傘がないんですよ、うち。それで多分ね今の家族、実家に住んでる家族の中では多分傘は十分にあるんでしょうけれどもね、僕が帰ってくると一個多くないといけなくなるわけですよね。それでなんかいろんなデザインの傘があるんですけれども、なんか自分が差したい傘がないんですよ。それでね今年のうちの母親への誕生日プレゼント、まあ、だいぶ遅れちゃったんですけれども、その申し訳ないなと思いながらね傘を送ったわけですよね。で日常生活において傘を買うっていう機会は何回あるんだろうっていう何回あるんだろうってことを、まあ、考えるんですね。それで僕が一人暮らし始めて
100円の傘、100均で買える傘を2回買ったんですよ。ただね、その結構しばらく使うにはいいんですけれども、100均の傘ってだんだんとなんかボロボロ取れてくるんですよ、いろんな部分がね。でだんだん端っこから取れていくんですよ。それでなんとなくそういうのってかっこ悪いし、で柄に関してもちょっと最初気にならなかったものがだんだん気になってくるっていう、ようなことがありまして、それでね500円の傘買ったんですよ次に。でそれ今ずっと使ってるやつなんですけれども、たかが400円の差なんですけれども、傘として全然違うんですね。まずその傘の、横幅の大きさっていうのかな、広げた時の大きさが大きいんですよ。だからそのカバンとかが濡れないんですよね。で100均で買った傘って多分小学生ぐらいが使うにはいいんでしょうけれども、そのちょっとね端っことか濡れちゃうんですね、足元とか。ちょっと小さいんですよね、気持ち小さく感じるんです。それで傘を差してるのに足元が濡れちゃうとかカバンが濡れちゃうっていうようなことがあったんですけれども、今使ってる500円の傘はそういうことがないんですね。それでうちの母親に送ったね傘は、ちょっと2000円以上する、そのちょっといい傘、なんですよね。ですごい骨がいっぱいねついてるんですよ。24本だったかな、骨がいっぱいついてて、丈夫だし壊れないし、デザイン的にもいい感じの傘で、うちの父と、ね、母でペアで使ってほしいということで、基本的なデザインが一緒で色違いのものを、ね、2つ送ったんですよ。でそしたらなんか母親が、ね、そのデジオの方ですごい嬉しかったっていう話をしてて、なんだろう、直接言えよと思ったんですけど、それを聞いてね、また僕も最初喜ぶのかな、嬉しい、これもらって嬉しいかなと思って送ったんですけれども、なんか嬉しかったみたいでね、なんか送った方も嬉しかったです。それで僕が驚いたのは、自分の父親もね、その母親にかつてですよ、傘を送ったことがある、傘をプレゼントとして送ったことがあるっていうね話を、その数えラジオの方で話してて、ちょっとそれ考えるところがあったんですよね。で僕はその父親がね送ったっていう話を全く知らなくて、偶然なのか必然なのかは分からないですけれど、とにかくその気がつくと父親と同じようなことをしていたっていうことに、やっぱ親子なんだなって思ったし、なんか嬉しいような悲しいような、嬉しかったんですけれどもね、なんか親子って同じことすんだなとか思って、で、またきっとね僕と親父はそういう似たようなことをするんだろうということを思うわけですよ。それでちょっと思い当たる節があるのが、僕が小さい頃、これ続きで話そっか、じゃあ続きで話します。では失礼します。